どうも皆さんこんにちは、タルボッコージのアンデイです。今回も5日の前回の続きから遊んでいきたいと思います。それではステージ10、女性専用車両に乗るだって。やべ、ここ女性専用車両じゃん。なるほどね、どうやって自分が男の子かを隠すってことでしょう。こんなのも女装一択でしょ、間違いない。違うんです、おります。気まずい。怪我人アピールってこと？怪我人だったら女性専用車両に入ってもいいの？美人に寄りかかっても、ゆでちゃんイライラしてる彼女とエッチしたい。またエッチかよ。え、なにこれ、美薬と何、覚醒剤みたいなやつあるんだけど。何言ってんの俺は、美薬とか覚醒剤とか。いや覚醒剤行こう、とりあえず睡眠薬で。あれ違うのか、来た、ふわふわする薬を持ってやろうと思ったけどバレた。じゃあやっぱこっちか、これだよね。さあ美薬だよね、多分合ってるかな。イランイランの香水って、あ香水か、美薬じゃなかった。やべ、俺が変態のことがバレた。キスマークを彼女にバレないようにして。いや絆創膏は逆効果だと思うな。ここは蚊に刺されたって嘘つこう。やっぱりね、そうすることによってもう首ちょっと痒すぎて書いちゃったんだよねみたいな、ちょ評価できない。 OK、 蚊のおかげでバレなかったぜ。あー痒い痒い。蚊優秀だった、もしかして。音を出さないように食べて、なるほど。いやポテチは音出るでしょ、間違いなくチョコレートだろここは。やっぱりね、 OK、 来た。舌の上でじっくりとろけて、うまーだって。なるほど、頭いいわ。音を出さないように夜更かしして。なんなのこの夜更かしシリーズ。いや、え、でもエロドゥエロ。え、エロドゥエロだろ絶対に。え、だってスイッチは音、まあ、消してやればバレないけど明るさでバレる可能性があるからね。エロドゥエロでいきましょう。やっぱりエロドゥエロだ。うわー、ハハハ。お、来た、クラスのアイドルのパンツ見るんだーい、鏡で見ちゃおー。当たったわ。あーマジで好きだ俺このゲーム。奥さんが禁酒中だから俺も禁酒、でも飲みてーって書いてあるわ。え、なんだこの右のやつ、ウーロン茶と水筒。え、水筒か、水筒にお酒を入れればバレ、家の中で水筒飲んでたら怪しまれてバレた。じゃあもうやっぱ一緒に禁酒しよう、俺もウーロン茶飲むからさ、頑張ろうぜ。来た、実は中身はウーロン愛。ただのクズでした。うわ。来ました、ドシの折れた。皆さんお待たせいたしました、よかった、今日も俺はこれを待ってました。まずい、立たない。やばい、どうしよう、 U ターンマーカーだ。え、あぶねえ、普通にチンコとか言うとこだったぜ。やっぱチンコに見せかけたキュウリでごまかす、どう。やっぱりそうなんだ。いけたわ、彼女は最後まで気がつかなかった。気がつけ、ちょっと痛いなって思え。この右側なんだこれ、ビア。ちょっとこれは読まないようにしよう、さすがにこれを読んだら危ない気がする。不正解、なんでだ。あ、来ました、くせーと彼女にぶん殴られた、君のために飲んだのに。これはちょっとかわいそう。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、バイバーイ。